ジョアン・パウロ・デ・フィゲーレド・タバレスは、ブラジルの男子バレーボール選手。ポジションは、ウィング・スパイカー。元ブラジル代表。2000年に、ユース代表。2002年に、ジュニア代表に選出され、2003年ジュニア世界選手権で、銀メダルを獲得。2004年に、ブラジル代表入りを果たし、ワールドリーグに出場した。2009年、ワールドグランドチャンピオンズカップでは、 エジプト戦に途中出場した。2010年世界選手権でもファーストラウンドで出場を果たした。ブラジルスーパーリーガでのプレーを経て、2009年11月に日本の V プレミアリーグのパナソニックパンサーズに入団。パナソニックでは、ジョンパウロ・タバレスの登録名でプレーし、2009から2010年、V プレミアリーグで2年ぶりの優勝に貢献した。 2010年にブラジルスーパーリーガに復帰、サイムド、スカイに移籍した。2012年10月、再びパナソニックパンサーズに移籍。チーム準優勝に貢献し、自らもサワー部賞を獲得した。2013年クロワシハタ大会終了後に退団。ありがとうございます。